知床半島沖で起きた観光船の沈没事故は発生から12日目です。依然12人の行方が分かっておらず、水中カメラも駆使しての捜索が続いています。現地から中継です。知床半島斜里町のウトロ漁港です。昨日の天候とは一転、今日は朝から雨が降り続いています。そしてカシュニの滝付近の沖合で沈没した観光船カズワンに乗っていた26人のうち、未だ12人の行方が分かっていません。事故の発生以降、地元の漁船は捜索に協力してきました。しかし間もなく本格的に始まる定置網漁の準備もあり、捜索の協力体制は縮小されています。6日からは操業、網を起こすとか網入れとか行くときとか、操業、あと仕事行くときに少し見張りさせてみてください。一方、昨日は北海道警の水中カメラが初めてカズワンの船内に入りましたが、行方不明者の発見には至っていません。水中カメラによる捜索は今日も関係機関で連携して行われます。海上保安庁によりますと、今日は昨日に比べて現場の潮の流れなどの条件が良くないということで、捜索の行方も不透明な状況です。